6月2日、最新セリーグ順位表。打てば世界は再起する。中日上げてきたな。巨人、なんとなく CF 上。パリーグ、巨人がこんな点取れるなんて聞いてないぞ。今日はセリーグ首位以外みんな勝ったみたいやな。再起とかいう完封マシーンにパリーグは震えて眠れ、再起以外で勝てへんけど。DeNA、2対9で日本ハムに敗戦。今日の見どころは京山が、マックス155出したところぐらいか。毎回オーダーいじくりまくるのなんとかならんのか。しかし今日の試合みたいに、中盤で試合が決まると負けても腹が立たんな。選手も休ませることができるし接戦で負けるよりマシか。まあ2つ勝ててよかったという感想しかないな今日は。巨人、7対1で西武に勝利。菅野すげえな。完全復活か。菅野は2回目の全盛期だね。ここ数年は苦しんだけど、狂っていた歯車が綺麗にはまった感じ。ホームランなしで繋がる巨人打線。ヘルナンデス今のところ大当たりだな。ウォーカーポランコに続いて、また当たり外人を引いてしまった。三立てしたかったな。昨日の負けがつくづくもったいない。連勝中に突如レイニャ使う安倍采配とかなければ、優勝するのかもしれない。巨人は連続で監督のヤバさを見せつけて、相手を楽しませつつ勝ち越すとか実は作詞では。中日、2対1でオリックスに勝利。チュニドラらしい勝利。接戦で勝て取るなドラゴンズ。監督がいいんやろな。細川倒れて中田で帰り自宅してたらまさかのタイムリー。賞賛さすがや。延長に入って先行目だったから負けたと思ったけどよく踏ん張った。今年は強いがね。ヤクルト、4対0で楽天に勝利。石川も中村もようやっとる。石川高等村上ホームランとか最高の日曜日や。石川65球なら中、6日で来週いけるだろ。得意の交流戦で稼がないと。役勝利投手勝を村上本塁打。楽天すでに勝ち越し決めてる&中継ぎ使わずに済む。優しい世界。阪神、1対0でロッテに勝利。たこ焼き完成しててわろた。やっぱり才木が阪神のエースやね。ずっと連敗を止めてるわ。先週の才木も8回3分の1無失点だったのにな。なぜか負けたけど。才木しか勝たん。沢村賞あるな。タイトル総なめとかあるんじゃないの普通に。死んだ問題は全く解決せんな。こりゃ、打撃コーチの責任なのか、こんだけ打てなきゃどんでんも手の打ちようないはさすがに同情する。広島、3対5でソフトバンクに敗戦。田中康介同点スリーランの記事見ながらニヤニヤしてる。広島は福岡で6年間勝ってないって嘘やろ。広島がソフトにカード勝ち越したのは2015年だけ。そそそなんていつものことやし、1週間後にはしれっと勝ち越してる。広島さ、粘ってるやんけ、と思ったら吹けるのやめえや。どうせ次火曜からうち虐殺するんやろ。見に行くからおすすめの飯教えて。広島、中日さん、オリックスあちあちにしてお送りします。広島、中日さん、ソフトバンクあちあちにしてお送りします。セリーグ混戦すぎない？声は一気に落ちたな。鷹に当たっただけやで。本当に落ちるかはこの後次第や。中日、なんとかカード勝ち越したぞ。さて次の相手はソフトバンク楽天ハムロッテ。これは2桁連敗待ったなしやね。